佐川さんとるか。さあ今日は佐川さんと一緒に沖縄のぜんざいが有名な浦添市、ここはアーチャの方かな、アーチャの方が近くだね、これからぜんざいを食べに行きます。はい、ここは有名らしい。佐川さん、ここはぜんざいが有名なんですか？はい、初めて新聞に入ったことある。食堂には一回行ったことある。ぜんざいが有名らしい。ああ、なるほど、はい、ね、なんかいっぱいしてますよね、はい、みんないいですね、ぜんざい食べに来てるんだ。やっぱ沖縄の夏って言ったらぜんざいだよね。ぜんざいですね。冬もぜんざいだよね、はい、一年中ぜんざいだよね、はい、ああ、いいね。キャラのぜんざい。あ、そうか、似てるね。はい、では突入。よっしゃ、これ汁まかいに入ってるね。これは何ミルクぜんざい。氷が溶けないうちにうさがみそうで、わさび。氷の食感どんなですか？柔らかい、サラサラしてね、うん、結構あれだよね、このザ、あの目が粗いやつまでね、はい、あれあれでいいのかな、やっぱり柔らかい、あのふわふわした方が美味しいかな、粗いのとひんやり感が強い、ひんやり感が、さすがぜんざい通の桜さんでした。